うわ、めっちゃ草伸びてるやんか。めんどくさいな。おい、行くぞ。とりあえずプリン買いに行くぞ。プリン？ヨーグルトじゃないの？なんでプリンな？お前ら買いに行くもの間違ってる。草刈り機の刃を買いに行くんやろ。気をつけてね。おー、せっかくボス君と寝てたのに。とりあえず草刈り機をね、取りに来たけどね、ここに来たら茶太郎君が、もう茶太郎君が追いかけてくる。もうやめて。私のこと追いかけ回さんといて。もう誰か助けて。誰か助けてよ。お前らいつまでしょうもない遊びしてんね。ほら、早行くぞ。もう時間なくなるやんけ。早戻ってこい。パパどいて。パパどいて。まだ追いかけてくる。早くどいて。パパ危ない危ない。どいてどいて。おい、お前、俺の女にマーキングすんなよ。いやいや、そんなセリフ、そんなセリフ聞いたことない。俺の女にマーキングすんなよって、お前。普通俺の女に手を出すなやったらわかるけど、お前、俺の女にマーキングすんなって、お前、そんなセリフ初めて聞いたわ。パパ怖かった。あの変人さ、あの変人トカゲ追いかけとんねん。見て、あいつおかしいで、絶対ずっとトカゲ追いかけとんねん。トカゲちゃん出ておいで、僕と遊ぼう。いやいや、あの犬も喋んのかよ。お前いつから喋れるようになったね。ほんまに、もうどこで日本語覚えた？なんかスピードランニングやってるとか言うてたで、ね、いやいや、スピードラーニングな。スピードランニングってお前スピードや。お前スピード出しながらランニングしてるだけやんけ。お前スピードラーニング、お前しかも英会話教材やないかい。お前リスニングか。お前アホか。お前日本語どこで覚えたんやってんの。お前英会話教材聞いてどこで日本語覚えられんねん。話長も、ホームセンター着いたわ。あのね、今日はね、草刈り機の刃を買いに来たんですが、絶対皆様、ワンちゃん猫ちゃん動物を飼われてる方、絶対除草だけはやめてください。もう除草するとね、あれ癖になってしまいます。いやいや、お前除草してんのか。違うやろ、除草剤やろな。ワンちゃん猫ちゃん動物を飼われてる方、草刈り大変かと思います。お庭の草むしり大変かと思います。草焼きバーナーがあったりね、パパみたいに草刈り機を使う方、またね、除草剤を撒く方、ペット大丈夫ですよって書いてあるものもありますが、ペット大丈夫ですよっていうものでもね、僕は使わないでほしいと思っております。なんでなん、ペット大丈夫って書いてあるんやろ。ペット大丈夫ってことはさ、さーって売ってんねんから大丈夫ちゃうの。クインちゃん、違うのよ。ペット大丈夫って書いてあるやつもある。もちろんそうやってね、ペット大丈夫って書いてあるものもあるけど、僕は使わないでほしい。なぜなら、もしね、何か愛犬にあった時にね、たかが除草剤、もう虫行ったら済むだけ、もうめんどくさいけど、虫行ったら済むだけ、それをちょっとでも楽しようと思ってね、ペット大丈夫って言われていても、除草剤は除草剤、撒いてしまってワンちゃん食べてしまったらね、何かあってからでは遅い。もうたかがね、数百円、数千円の除草剤でね、ワンちゃん亡くなってしまったらもう戻ってこない。もうね、命っていうのは本当ね、弱いものです。何か心に傷を負ってしまった時、なかなか立ち直れません。そういった時、僕はいつもタイタニックを見て思いっきり泣きます。お前相当やんでるやろ。何があったね、お前な。途中からちょっと話ややこしいよ。タイタニック見ながら泣きますって。だからお前毎晩さ、夜中にローズローズジャックって叫んでんのか。お前タイタニック見てたんかい。ちゃうねん、クインちゃん。タイタニックはタイタニックで、ね、も僕見てんのは親指タイタニックやねん。いやもうお前ややこしいよ。お前タイタニック知ってる人はいっぱいいるけど、まあ親指タイタニック知ってる人はなかなかのお前映画マニアでしか知らんぞ、あんなクソ映画。親指でタイタニックしてるんで、ぜひね、皆様検索してみてください。びっくりしますよ。親指タイタニックで検索どうぞ。どうぞちゃうわ、まだ動画続いてるわ。草刈り機のさ、ちょうどいい刃がなかったから、また違うホームセンターはしごしてきたんやろ。はしご酒よ。何歌ってんねん、お前。はしご酒ちゃうわ、お前。ホームセンターはしごしてきたやろって言ってんの、お前。何匂いでんねん、もうやめろ、お前な。ちゃんとマスクしてんのか、コロナ禍やぞ。お前アホか、犬がマスクして、お前息しようもたん、ふっふっふってなるわ。もうしょうもないこと言うてんと、もう早く買い物して帰って草刈りすんで。いつもボスコンクインちゃんを見てくださりありがとうございます。我が家の愛犬ボスコンクインちゃんはね、ちょっとね、おバカではございますが、個性があっていいかなと思います。明日も楽しみにしていてください。今日も一日お疲れ様でした。あ、疲れた。終わった終わった。なあパパ、打ち上げ行こう。打ち上げ帰りしなさ。あそこの新しい店行きたいねんな、私。ああ、焼き鳥か。まあ焼き鳥って気分じゃないけどな。でもまあいいか、焼き鳥行こうか。お前ボスには黙っとけよ。分かってるやんかパパ、いつも内緒って言ってるやろ。聞こえてる聞こえてる。お前らまだ動画続いてんぞ、お前。アホか、聞こえてるわ、お前。しかもお前いつも俺に内緒でなんか食いに行ってんのかい。お前俺連れてけよ。パパパパ、動画続いてた。ボス君に聞かれてしまってんか。もうどうしよう。
すいません、テイクアウトで焼き鳥3つ。いやいや、テイクアウトかい。終わり。